第30回ゴールデンジョッキーカップ優勝は11着、1着、5着で同じく32ポイントでした。しかし1着がある分での優勝ということになりました。 JRA 武豊騎手です。どうぞご覧ください。おめでとうございます。ありがとうございます。今の優勝のご気分いかがですか？はい、まあ、本当久しぶりにこのシリーズに参加させていただいて、まあ、地方中央垣根なくトップジョッキーが集まって、いいレースをという気持ちで、まあ、そういうレースに乗れるだけで本当にすごくいい一日だったなと思いますし、まあ、しかもあれすることができて本当良かったなと思います。甲子園よりも一足早くね、あれを決めたという武豊騎手、先日は甲子園での始球式も出されてましたけども、この勝負服を着ての総合優勝というのもまた何か感慨深いものあるんじゃないですか？そうですね、袖を通した時にやはりいろんな思いが頭をこうよぎりましたし、そうですね、僕にとっても特別な勝負服の一つなので、まあ、この服でこうやってあれすることができて本当に嬉しいですね。ファンの方もこの勝負服を着てのあれを喜んでると思います。そうですね、本当にこうやって中央も地方もみんな一生懸命レース乗ってますので、どちらも応援していただければすごく嬉しいですね。では最後に集まってくださった多くのファンの皆さんに一言お願いします。はい、まあ、競馬はまだまだこれからずっと続いていきますし、何よりも皆さんの声援、が一番の力になりますので、今後もぜひ競馬を盛り上げてください。今日はありがとうございました。見事総合優勝 JRA 武豊騎手でした。おめでとうございました。